義継は見事任務を果たし四国征伐に貢献。勢いに乗った秀吉は九州も傘下に収める。名実ともに天下人となった秀吉は朝廷より豊臣姓を賜り豊臣秀吉と名乗った。やがて秀吉は天下統一の総仕上げとして未だに上洛命令に従わない北条家討伐を敢行。自ら大軍勢を率いて小田原城を包囲した。秀吉は同時に三成を大将に任じ忍城を攻めさせる。義継はその副将として補佐を受け持つ。秀吉の期待を一身に浴び気負う友の背を義継は優しくそしてしっかりと見守っていた。盟友の将忍城の戦い。こんな大軍を指揮するのは初めてだろう。お前に対する秀吉様の期待の大きさが伺えるな。お前もまたその期待に応え太鼓を立てたいのだろう。ならば俺を駒として使うがいい。すまぬ義継。お前は大将だ。謝るな義継。三成、我ら義の同志も義の駒として使うがいい。必ずや義の勝利をお前に捧げてみせる。三成殿ならばきっと大丈夫です。さあご命令を。お前たちもすまない。郊外に義の同志たちか。気づけばお前にも友が増えてきたな。今のお前ならばあの男にも勝てるか。義継、あの男とは何だ。いや何でもない。さあ出陣しよう。我らが総大将殿。時の流れには逆らえぬ。行こう義継。俺も出る。これより忍城を水攻めにし屈服させる。浮島に残る兵は速やかに帰陣せよ。至る秀吉様の天下を知らしめ北条を振幅させるための戦。圧勝して当然。万が一にも本陣を危険にさらすようであっては困るぞ。打ち取ったよ。いい流れを引き込めたな。南の関を切り忍城を沈めよ。来る豊臣の天下を示すのだ。急げ。このままじゃお城が全部沈んじゃう。何が何でも堤防をぶっ壊すのよ。泉、
ここはあんたが頼りよ。堤防の弱そうなところを破壊してちょうだい。開門。られば終わりだ。その愚行を押しとどめる勢力が豊臣にはある。速やかに堤防に群がる敵を一掃せよ。敵将討ち取ったり。つまらぬ敵だ。もう終わらぬ敵だ。もう終わりか。急げ。どうだ。この水では敵も進めまい。おかげで堤防を壊す時間はたっぷりあるぞ。ユキエ、頼んだわよ。堤防が壊れるまでの間、民を守って。開門。取られただと。バカに。今はまずあの若者を撃つことだ。脆い包みを壊して。ならば全力で応えたいと思います。お見事にございますな。民たちよ、もう少しで堤防は崩れる。あとはお前たちの力で踏ん張ってくる。我らは天下の軍、民に手は出せん。全軍堤防より退避。兵の安全を確保せよ。天下の軍というのは厄介。分かっている。よし、この機に。そうだ、豊臣を押し返せぞ。全軍縦に分かれて進軍しろ。開門。みんな張り切ってるわね。それなら私は本陣を守る。待ってかい。
戦の意味がない。三つ矢、俺が天神の敵に聞いたそのあとに軍を立てます。それではあ、ダメだ。豊臣の戦で堂々と勝たねば。このしょんぼりさんめ、我ら同志がいることを忘れたのか。敵は勝て、勝機は十分にあります。力を合わせ敵を押し返しましょう。突撃し、豊臣の勝利をつかむぞ。豊臣の大軍、何するものぞ。いざ、王城の結束を見せるのだ。王城の絆、わかっている。あっぱれ。その絆こそが、あとはものとも手の気概を生むのだな。回りくどい言い方はよせ。見習えばいいのか。はい、皆の力を一つとし、一生も欠くことなく勝利しましょう。破れようと流れはまだ豊臣にある。三成は勝ち方一つで理想を貫こうとする。その危ういほどの潔さが皆を引きつけ、だが同時に弱みにもある。水遊びは終わったか。おいたが過ぎたことで、ロシア機の時間だ。Let's go.
すのにここまでの犠牲を。俺は大将らしく前を向け、三成。俺は今不甲斐なさでいっぱいだ。秀吉様に顔向けできぬ。三成殿、顔を上げてください。勝利を収めることができた、それで十分ではないですか。そうだ三成、我らの義世に示すことができたぞ。違う違うのだ。俺が求めていたのは天下の軍としての完璧なる勝利だが、これは天下に俺の未熟さを露呈しただけではないか。三成では到底家康には勝てぬな。高虎、お前はそれでも奴を支えるつもりか。三成は戦下手だ。そしてお前、家康と比べれば経験、器、全てにおいて劣る。そして最大の欠点は情だ。家康のように非情になりきれぬ、捨てきれぬ。だがそこに惹かれる男たちは確かにいる。そして俺もまたその一人だ。三成を見捨てることはできぬ。それが流れか。ああ、残念ながらな。